北側上空から中央の大きい四角い建物がエクセル展覧会センター。エクセル展覧会センターはイギリスのロンドンニューアム特別区にあるコンベンションセンターである。ロンドンのウォーターフロント再開発地区であるドックランズ内にありロイヤルビクトリアドックの北岸に立つロンドンシティ空港のドックを隔てた北西に位置する。同センターは サウルバーとマカルピン社によって建造され、2000年11月に開業した。2008年5月には、アブダビナショナルエキシビションズカンパニーに運営が譲渡された。2012年の五輪では、柔道、卓球、ボクシング、フェンシング、テコンドー、レスリング、ウェイトリフティングの会場として共用された。2014年12月14日、ミスワールド決勝が行われる。 センターの西側正面玄関はドックランズライトレールウェイのカスタムハウス駅と高架通路で連絡されており東側玄関は隣駅のプリンスリージェント駅が最寄りとなっている。ありがとうございます。